本日はアルコール依存症治療専門病院の広陵病院をお伺いしています。それでは事務長さんにいろいろお聞きしてみたいと思います。で現在ではこの方面のでは大変な成果といいますか、全国をリードしていかれるような存在になっております。さあそこで、事務長さん、アビコさんと言われます。昭和57年頃、からスタートされましたが、大変な苦労をされたと、困難があったというのは聞いておりますが、そのあたりをちょっとお話しいただきましょうか。アルコール依存症という病気に対する社会のまだ認知というんですか、非常にそれができていない時期でしたから、とても偏見っていうのがございまして、で病院ができる前あるいはできてからの地域の方々からいろいろな意味でご理解が得られない時期がございました。で私なりにどうしたらいいもんだろうかといろいろ考えよったんですけども、環境整備地域のそういうことからぼつぼつ始めて、そして少しずつ皆さんに認知していただいて、いただこうかと思って、そうですね、広陵地域で18年間草刈り、道路の清掃、そういうボランティア作業をしてまいりました。おかげさまで、地域の方々からのそれなりのご評価をいただきまして、まあ最後今のこちらへ引っ越すときには、そうですね、もうようやく市民権をいただいたような感じでございました。もうとってもね、その時は感謝状をいただきまして、本当感激感動したしました。ありがとうございます。はいはい、私も自治会長として大変そのあたりは存じ上げております。さあそこでそういう大変な、なんて言いますかね、苦労を乗り越えました。そこで今、さっき申しましたように、日本でもう実績を含めてリードされて、おると聞いておりますが、そのあたりをちょっとお話しいただけますか。アルコール症の治療っていうのは全国的には少しもう減って、数が減ってきております。で全国でもうこれだけに特化、アルコール症治療だけに特化した専門病院というのはもう数がもう5つか6つぐらいしかございません。で西日本にもここ私の病院以外に、あとは呉と大阪にある程度でして、非常にそういう意味じゃ結果的にユニークさっていうのが残ってるわけですけども、経営的にもですね、なかなか困難を伴いますので、悠々自適というんですか、楽なことは決してありません。それで実績としましてね、たくさんお酒をやめて社会復帰していただきました患者さんに、中でも5年間ですね、入院して退院して5年間ほど追跡調査をしたデータというのは全国学会でもとてもユニークな発表でして、そのデータが 24% の断種率という極めても驚異的な高レベルの水準の
データを学会に発表しております。まあそういうことで地域に対してもあるいは患者さんに対して社会に対しても大変業績というんですか貢献をしているんじゃないかと自負しているところです。その他にもう一つもう一時点ありますか。そうですね、まあここは退院されてからが、まあ、実は勝負なんで、うん、アルコール依存症は一番原因になっとるそのお酒を断つやめるということがまず第一、これはもう、うん、第一条件ですが、それだけでは私方は、うん、満足しておりませんので、なるほど、お酒によって非常にねじれた人間関係を、うん、して過ごしてこられて、うん、でお酒をおやめになって今度はそのねじれた人間関係を元に戻す作業というのが地道に行われなければならないわけで、ね、こういうのをですねもう一生懸命に病院としてはお勧めをして、で地域のそういう自助グループというのがございまして、そこに通っていただいてその仲間の中で人間的な回復をしていただいておるんです。私どももですねたまに会いますともうびっくりするぐらいお人が変わられたような素晴らしい人間性の回復というのをたくさん見ることができまして、とっても大きい力を彼らからいただいております。ありがとうございました。ますますこれからも頑張っていただきたいと思います。今日は大変ありがとうございました。